する人物を1人、ね、確定させて4人で行くそして、えー、税金のお話っていう感じですかねでその間間に聖杯をね持ってる方が現れたら投げてもらって応援してもらうっていう流れですえーまあ、正直ね夜の放送に関してはあまりやらない僕ですが、えー、お願いします あでもね俺ちょっと正直さ今日昼夜の放送ゴールデンタイム養分が閲覧1位で700人ぐらいだったんだよだからあこれだったらちょっと気が楽かなと思ったんだけどヒドンナさんが訳やっちゃったねうんう2000人超えだよ奈々ちゃんいるかなすごすぎるんだけどお絵描き陽子ちゃんありがとうええー で、ひどんなちゃんがやってて、こまいくんがいて、いろんな配信者たちがいるんだけどさ。まあ、普通になんか、キャンプしてるんだけど。ラッキーだなと思ってる。好奇だなと。こまいくんの謙虚精神が出ちゃったね。あー、こまいくんやってないんだよ、今日。一日もやってないって言ったら言い,言い過ぎだけど。やってないんだよ。だこれしか抜けない、抜けれないなと思った。 ま前はバンなのま前くんはバンじゃないよ。やってるでしょ。あの、ひどんなさんがバンね。で、今日解除されてひどんなさんが枠やったって感じ。今日の放送はひどんなさんがバンってタイトルだから。今朝やってたし、後でやると思うまあそうだけどね。こんばんはいらっしゃい、ニコ。そう、ひどんなちゃんがバン。だからね、いつね、どう、 な、ね、なるかかからないからいねだから俺があの今稼いでる人たちに言うとポイントとかマンスリーポイントでもらったまあね自分がもらえるお金とかあるじゃんこれもう本当に教えておきます耳をかっぽじって聞けよ配信者たち間違いなく PEX というサイトに登録してくださいいいですか あ税金逃れとかそういうのじゃなくて、ふわっちがね、バンになった時の緊急的な処置として教えておきます。ペックスというね、あの、配信サイトに、ペックスという監禁場サイトに登録してください。ふわっち推奨のね、サイトがあるんですよ。ペックス。 これをリスナーさんはね、配信やってないから何のことだと思うと思うんだけど、この PEX という配信サイトを登録することによって、1日で50万の限度額を下ろせます。だからこれでもし A 番になってしまったり、番になってしまったら、お金が引き下ろせないんですよね、番中は。だから、いつどの時でも、どのタイミングでも、 下ろせなくなくるるタイミングがあるんでねぜひとも PEX の登録サイトを使ってほしいはい中抜き業者あのね3つほどおろせる方法があるんでふわっちには1つはふわっちというね、えー、サイトからまるまる1ヶ月分のお金を、えー、まとめて振り込まれる方法これがまあ主にポピュラーだって言われてるけどええー まあこれ普通の正規の手続きなんだよ。で、二つ目が PEX。月1の振り込み。25日払いだね。だから、1000万、2000万稼いだら、そのまま銀行から1000万、2000万、運営からまとめて一括で払われる。まあ、給料と同じ払い方がある。ここまで OK ですか ?1000 万、2000万稼いだとしてね。まあ、2ヶ月、3ヶ月貯め込んで1000万とか。 そんなあったとして。いいですかそれは、まあ、正直、ポピュラーな振り込み方です。でもね、正直、これを使ってる人はあまりにも少ないです。えー、一番、えー、使われているのが PEX というサイトですね。この PEX という最新サイト、PEX という換金サイトは、手数料取られます。えーえー、10万に、ね、10万円を 5回下ろせるんです1日で手数料がいくらだと思いますかこれが非常に、えーまあ、ネックだっていうふうに言われているんですけど手数料っていうものがえー、200円取られますなので1日50万下ろすとしたら、えー、1,000円取られちゃうんですよね で、1000円痛いなぁ。も、ま、う、あ、花火2発分だからね。痛いなぁって思う方いると思うんですけど。で、正確には、ふわっちのポイントの、え、ろせるせ限度額が50万なんで、1日に下ろせるのが49万9千円です。はい。49万9千円。これが下ろせる方法なんで、ペックスという。 でも銀行の基調にはえ10万ずつの単位で下ろすしかない。いきなり50万ポンと下ろせるわけじゃない。10万、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 10万9万9千円って書いてある。それで49万9千円っていうものが1日に振り込まれるんだよね。これはもうほとんどの配信者が使ってるんじゃないかな、PEX っていうのは。 イベント中は稼げるよ。表情ありがとう。わかりにくいまあだから、手数料1000円かかるってこと。200円1回おろすのにね。10万円単位でおろせて200円かかる。まあ、正確にはお金をおろすときは200円取られちゃうと。1回ね。窓口とかないんだよ。これは純粋に仲介業者だから、ネットだけでしか存在してない。だから、ペックスという銀行とかないんだよ。 ポイントを現金にしてその現金を銀行の方に換金、えーまあ、してくる FX みたいなもんでそれができるんで表情ありがとう無理ありますはいでよく言われるのが PEX に入ってるポイントとかフワッチ入ってるねポイントとかは稼いだらなんか税金かかるとかかからないってあるんだけど 結果的に税金は俺の中のやつですよ。俺が聞いたのはかかります。はい。もう稼いだポイントを現金にしのうがしないが、そのポイントがある限り税金の調査に入ると。だから持ってようが持っていないが、あの持ってるよりおあの現金にした方が得策ですね。え正杯ああね。そうなんですよ。 持ってると、あるよ、ゆかちゃん。ありがとう、ゆかちゃんね。待っててね、ゆかちゃん。ありがとう。甘ギフいや、これが機関車、俺、換金したことないか分からんけど。でもね、これこれさんとか、いろんな配信者が誕生日で、ブラッド D さんありがとう。あの、いるんだけどさ、あの、アマゾンギフトカードでプレゼントもらってる人いるじゃん。これはね、税金対策っていう風に言われてるんだよ。 雨木婦だったら税金かからないみたいなね。実際どうなのかなって。俺はちょっとそこら辺分かんないんだよね。カード系は。どうなのかかるのそうなるとさ、あのお金をね、もらうなら雨木婦でもらった方がいいよね。かからないかからないんだ。とこじらみついてるよ。あ、ほくらです。かからないの。 じゃあ、甘木風を100万円分、まあ要するに100万円あげたいなと思ったら、100万円分の甘木風あげればいいってことそういうことだよね。ええー。いや、あのね、これに関しては違うね。ペックスとかフワッチのポイントって、あのもう元々それをお金にしちゃってるから、ポイントが。だから、甘木風に買おようが買いまいが一緒なんだよね。 これが、ふわってで稼いだお金が、まんば甘木風になりますって言うんだったら、多分、税金の話は変わってくると思うけど。一回、現金化できるポイントになるから、甘木風にしても、かかると思う。ばれないんじゃない甘木風に変えたら。ばれないとか、そんなんじゃない銀行のやつとかは。甘木風。うん。まあ、でも俺は税務省の時は、 普通に全部見られたけどね。ああ。片の隅々まで見られたよ。現金に書いたらチェックされるよ。もう、ふわっちはもうリ,リスト化してる。もう見せてるよ。俺がおろしてる金額まで、流れのお金まで詳細に調べてた。ええー。だから、意味ないと思うけどね。もうそんな入ったら。 運営がなんか紙渡してる。そのパルパルがどういうお金の流れでどういうふうに使ったのかっていうのを調べてると思う。だからやっても意味ないと思うね、そこは。ええー、パチンコしてることも知ってるよ、もちろん。YouTube とか全部見,見られてるから、発言とか。あの、俺の発言の 一言一言に対して、まあ、全部調べてるか分からんけど、あのメモして、それをあの聞かれたからね、普通に。え、ええやつないよ、えー。で、あのー、まあ、とりあえず、PEX という、ね、ポイントサイトでお金を換金すると、はいで。もう一個あるんですよ、実は。これが超破格です。えー これは銀行の通帳も使わずに下ろせる方法。それがセブンイレブンいい気分銀行です、えー。このセブンイレブン銀行っていうのが、えー、フワッチからセブンイレブン銀行のお金の引き下ろしができるんですよね。限度が50万。はい、これは銀行の通帳につきません。はい、フワッチのまあ 金額の部分は残るけどね、もちろん当初はセブン銀行でお金下ろしたらこれ税金バレないじゃんみたいな話題になってたけどそこは甘くないです税務署、えー、僕は税務署からお金の下ろし方あるよねと3種類って,って聞かれて「はい」って言って1つはペックス2つ目がセブンイレブン銀行だよねってで若いねあの 男の人に言われた <laughs>。えー、ばれてます。だから、そんななんか甘くないセブンイレブン銀行を使ってれば、ね、ばれないとか。えー、普通にばれるんでね、うん。はい、もう筒抜けです。で、このセブンイレブン銀行のいいところは、PEX は銀行がやってる時とか、銀行の調子とかじゃないと、 おろせないんですね、実は。一日でおろせるんだけど、俺の場合は、あの、3時まで。昼の3時まででしかおろせない。で、次の日の、えー、銀行が始まった時間にしかおろせないんだよね。まあ銀行によって変わってくるけど、楽天銀行とか、そういうネットバンキングある人は違ってくるかもしれないけど。えー、使えない時間だから。でも、セブンイレブン銀行はすごいのが、 これなんと24時間です。例えば今これ時間帯ね、えー、8時17分。まあ言ってしまえば、俺の銀行カードは8時から使えないんだよ実は。まさかの。みんな8時から使える銀行カード。俺は使えないんだけどね。で、その時間帯使えない銀行とかっていう、融通が効かない時あるじゃん。えー、扱えるの あ、そうなんだ俺は使えないんだよなんか時間帯によってこれは何なのじゃんあるんだよ使えないんだよでえー、それでまあ、使えたり使えなかったりするんだけどこのセブンイレブン銀行っていうのは魔法のね、銀行で 通帳もカードもいらないからね自分がふわっちで稼いだポイントの10万円要するに50万を1日に下ろせると5回に分けてね最大限度額が10万で最高限度額が50万まで下ろせると言ってしまえば11時59分にその50万下ろして12時になって12時1分の次の日に変えれば100万下ろせるって感じだね次の日をまたいで はい。ペックスよりいいんですよね。ですがね、めちゃくちゃダメなとこがあるんですよ。ペックスは手数料200円です。まあ1000円ぐらいしか、えー、取られないんですけど、なんとこのセブンイレブン銀行、お金おろすのに、ね、一回500円です。手数料500円。なので、えー、 あ、じゃあ500円じゃないわ。もっとかもしんない。あ、手数料1000円かな。1000円かもしんない。待って、いくらだ ?500 円じゃないな。もっとするわ。うん。高いんだよ。とりあえず、俺が、 えー、お金下ろした時あれあのー、多分1,000円だった気がするなそう5,000円取られたんだよおお5,000円あ違うわごめん500円だごめんごめん10万円下ろすと5,000円取られるんだよそうだ思い出した 10万下ろすと手数より5000円です。クソ高いんですよ。1万円で500円。2万で1000円。10万で5000円です。だから、えー、50万下ろすとしたら、2万5000円ぐらいのお金取られちゃう。そう。 だから緊急でしかもお金おろせ、おろすかおろせないか、ファンタスティック分を取られちゃうんだよ、これ。だから、セブンイレブン銀行は24時間で融通は効くよ。効くけれど、マジで、あのー、損する。うん。金ないから、やばいやばいって言っておろしたらもうダメ、アウト。もったいないだけです。えー だから、やっぱ一番いいのはペックスって話ですね。ペックスはもう本当に心優しい。もう本当にひ200円だからね。10万1回に。200円。でも、セブンイレブン銀行は5000円取られちゃうから。めちゃくちゃ優しいよね。セックスじゃないです。ペックスです。で、もう一個あるんで、おろし方が。再度最高限度額10万円の。これは、手数料、 100円とかだね。うん、200円とか。これはね、あの、1万円の限度額で下ろせる方法。これを10万最高限度額で下ろせるってやつ。これめんどくさいのが、PEX のまたその違うバージョンリア,リアルマニーっていう違うバージョンで、なんかね、1万円下ろすんだけれど、それを最高1万しか下ろせないから、 セブンイレブン銀行と同じなんだけど、通帳も使わないんだけどさ、これを最高10万しか下ろせなくて、しかも1万に小分けにして、一回一回その番号が届いて打ち込まなきゃいけないんだよ。だからこれ10万下ろすとしたら10分かかる。15分とか。えー、めちゃめちゃね、大変これは。250号さん持ってるのえー、 だから、もうね、なんて言うんだろう。まあ、1万、2万ところで、しかも大変なのが、メールが1回、1回来るのよ。ポロンと。1分、2分かかって。だから、手続きが大変なんだよね。ああ手続きが。もう本当にね、なんかメールが1回来て、リンクが来て、それを1回押して、サイトまで飛んで、えー、手続きして、ああ、これ15分で来て30分くらいかかるかもね。 10万下ろすのに。だからちょっとだるい部分がある。でも、安上がり。手数料200円とかだから。えー、で、ペックスは、まあ、銀行によって変わってくるけれど、あのー、まあ、下ろせるよね。<laughs> ええー。さあ、あなたならどれを使いますかはい。僕は間違いなく、ペックスですね。ええー、ペックス最強。 ありがとう表情、表情。いや、税金、全部、だから、その、今から配信するっていう方のために、おじさんがアドバイスしてあげてるんだよ。えー、税金は、ね、後から来るぞと。今ね、税金払わなくてもいいやなんて思ってる、い、ね、あの、危ない個室たちに言ってる。払いなさい。あなたが一生懸命稼いだお金であっても、半分は支払いなさい。 この国た、この国で生きていくなら、ええ、払わないとね、特捜が入ってね、お前を潰します。ええ、まさか、ねえ、気づいたらさ、ガンジガラメになってるなんてないでしょ嫌でしょ俺だけじゃないよ。みんな見てみなよ。いろんなやつがなってるから。えコメント、無視、無しないで聖杯他に投げるって 何コメント無視ないでって。コメント無視ないで何聖杯あるうん。223号。これ、223号さん、他に聖杯投げれてってるのイベント、ごめんね、ちょっと喋ってるで熱くなるんだよ。223号、223号さん、匿名じゃん。 特装だろ223が匿名だろ本若出して言ってないでしょだってそんなもん本若も出しても信用できないよそんなマルサじゃないの特捜じゃないのこれパルムっちゃ ためになるよそうでしょでさっき中村くんもいたけどね。タキ差別やいや絶対嘘だ今日も騙されたもん。791号かなんかそれぐらいの番号の人が投げるよっつってで待っててもいなかったんだよ。だからやっぱアイテムを投げてもらって確認しないと分かんないよ信頼できるか。 中村くんは何でお金を下ろしてるんだろう配信者は。ちなみに。何で下ろし、何でやってんだろう俺はペックスだよね。ペックス最強だよね。あのね、ふわっちの月の支払いは、非常に1ヶ月間待つのがしんどいんだよな。 で、ペックスは身分証明書とかいるからね。あ、もちろんふわっち見るけど。セックス、ペックスです。だって月のやつ A 番されたチヌチヌであれ。そうなんだよ。だから、ペックスが一番。だから、その日稼いだお金は、一回もう銀行に預けた方がいい。もうポイントはもう税務署が筒抜けだから、何しようがもう隠そうが無理だから。あもう、そんなんで、ね、あの、番になった時にさ、 これ怖いのかなふわっち。ツイキャスはさ、万になるじゃん。で、ポイントがあるとすると100万円。半年後、自動振り込みになるんだよ。これすごいでしょ。ちゃんと自動に半年後に振り込まれるんだって。利用規約見たけど。ふわっちは違うよ。ね。半年後、このポイントは消滅します。ええー、デリートですね。絶対なくなるんだよ。だから、 バンになりやすい人とかはもう本当にポイントをさ移動させた方がいい一昔ひどんなさんがペックスでポイントあのいっぱいあったんでポイントがめっちゃ本当俺み教えてもらったけどそれをなんか抜き取られたみたいなねなんか話してたからね深夜直後な,、あのー、なんかポイントが下ろせなくなってちょっと上に言って23ヶ月かかって下ろせたみたいなのもあるし、ね だから、アドバイスすると、ね、あのやっぱ、バンになる可能性もあるから、あの、稼いだお金は、1日稼いだお金は、ペックスからもちょこちょこ下ろしたほうがいい。うん。あの、だから、これだけ稼いだなって浸っててもだめよ。はい。ふわっち大手配信者はみんな脱税してんだろこの前、ニュースで配信者が脱税で多額の追求。 追加請求されてたやんか ?YouTuber だっけいや、わかんない。A 版社が、そんなん、どうなってるかは。ああ、表情ありがとうございます。表情。参考かける10。ゆいがもやられてないええー。税金全部納めたんだろ頑張ったな、パルパル。いや、今年の分は。 納めたけどねあのー、なんて言うんだろうあるんだいろいろと分納で払ってるって言ってるだろお前しつこいなおちょくっとんかお前言ってもうどマジで <laughs> 養分だよ全額支払ったの俺じゃないからまた来年来るよ 火薬さん確定申告しないって言ってるからね <laughs> 正直言っていい火薬さんごときが、ね、税務署は目つけないと思うよつけるのかなうんやっぱ何百万の年収の人だって目つけないんじゃないのつけんのこれねっ火薬さんのことっていうとなんて言うんだろうそのそんな稼いでないじゃんそんなにねだからその目つけないと思うけどね 無責任火薬さん、ああ、払ってない年金どうしようって言ってても、なんもならないんじゃない予想だけど。月60万 ?60 万月だったら入るのかな年収600万、700万。どんなんだろう入るかさすがに。でも、ふわっちの配信者はみんななんかね、入ってるらしいけどね。なんかシルバーランクの人が税務調査、 税務、税、税金の紙届いたって俺に送られてきたからね。前紹介したけど。シルバーランクの人が入ってるんだったら、いや、入るんじゃないな特に大阪厳しいでしょ。それ、嘘だよ。嘘なのいや、でも紙来たけどね、俺、その人から。インターネット通信なん,なんとかやつってやつ。うん。 来ましたーって、ね、来たよなんか髪来たってあそうなんですかーっつって「聖杯それ警告の髪でもないでしょいやなんかそれであれ気をつけてくださいね」って来たよ普通に俺は白い髪だったけどねうん聖杯あ聖杯やるいいんですか聖杯 あー嘘この人は信頼できる正杯マンですえさっき投げてくれた方さ正杯あと何個ありますあっゴヤモンさんいらっしゃい FX 地投げ界隈冷や汗正杯マンさんさっきからコメントしてごめんなさい熱くなっちゃってて いじは税金を納めてるでしょ会社作るんだから。税金を納めてないと会社作れないでしょえー、あ、クーちゃんもありがとう。聖杯マンさんは何個ぐらいあるんだろうコメントがないな。 税金納めなくても会社作れるわあ、そうなの、うん、なんかあの昔ホストモグリのホストがなんか逮捕された事件あったよね脱税5なんか五0 0 0万みたいなで、ね、ああんかそんなあったな,なんかやれんのかじゃあ親が10億円の暗号資産あったとしてそれを相続放棄して ししななないいいと税税金金払えないくらい税金くるってってたそうなの10億円の暗号資産があったとしそれは相続放棄しないと、税金払えないくらい税金、え、その10億円から無理なのそれは10。10億円より税金来るのこれ。え、10億円以上が来るの いや、俺はワンライブに入ってよかったと思うよ、ほんとに。うん。あの、やっぱりね、税金のことはちょっと、わからなかったからね、いろいろと、ねえ。だから、税理さんも紹介してもらってね、よかったと思う、ほんとに。感謝しかないよ。10億円もあったら、それ、くせばいいじゃんあ、分かって、言いたいこと分かったかも。 10億円の相続金があったとして、でもそれが暗号とかパスワードが分からない状態だったら、そのまま税金が来るってことだから10億円も下ろせない状態で税金来ちゃうよってことかな。相続放棄しないと。って話全然違うのなんだよ、それ分かんないよ、じゃあ。 パスワード資産、うん、普通に投げる税金読むに来たら一番いいよ何言ってるのみんな税金のことはみんな知ってるだろ払ってるから。もう。みんなもしか、え、お前知らないのもしかして税金。こんな知識とか普通でしょだって。えぇ、ー 払ってないんじゃないのお前社会人は税金のことを知らないよサラリーマンとか個人事業主とかいや、こいつはサラリーマンじゃないよ。払ってるよ普通に惹かれてるもんいや、お前仕事して無職だよ。間違いなく。無職だろお前会社がやってくれるから だから会社の社員は脱税とかないのかなじゃん。ね。社会保障全部やってくれてるから。年金も保険金、保,保険もで、あと税金もまるるひ引いての給料が入るってこといいね、それだったらえ。例えばどんな仕事なんだろう、それって。先生とかあの小夜君がやってて公務員とかそうなんかな。 手取りががっつり減るえ、どれぐらい減るもんなのそれ。税金と、その他もろもろ引かれての給料って結果的に。政治家たちの50万っていうのは、それも諸々引かれての50万だったらもらってるね、めちゃくちゃ。 だから会社員だってどんな仕事も何も。あ、だから一番いいのは会社員なのか。個人事業主より。そう、皆さん今日ボーナスらしいんですって。えこのボーナスも一応じゃあ引かれてんのかな税金。申告しなくていいってこと引かれてのボーナスなのうん。岸田のボーナスは398万だっけ えー、中村くん僕も抑えてますよ明日の「炎上ニュース」のためにええー、僕はね終わった後もねちゃんとしっかりとネタ調べてますええー、キャッチャリカッチャリ392万だからこれも税金引かれた金額ってことね もらいすぎだろこれ岸田。こんな日に聖杯がないなんていや、聖杯あるよ。うち、うかちゃんいるから。でゆうかちゃんが投げるって質問してくれてる。えでもほら、温めないとさ、やっぱ、いきなり野球もさ、ラーって全力で投げても肩壊すじゃん。まず、楽しんでから、よしよし、じゃあ投げるかっていう感じがいいんじゃない だってこれ表金でしょうん。で、あの官房長官はなんか、パーティー開いて、1000万の裏金もらったみたいな噂になってるよね。ああ、官房長官がやってんならお前。ねえ。他もやってそうだけど。あんま言うとね、見えきそうなんで。パルもパーティー開くかパーティー開いてどうやってそんなお金もらえるの裏金。 どういうことなの俺はよく分からなくてさ。官房長官がパーティー開いて、どうやって裏金もらうのそれ。口聞いてやるから、お前ちょっともう包めよっていうことそういうこと会費だろうが。会費でもらうあ、あれと同じ今から居酒屋集まるから、ね、一人頭一枚に出して。 で、本当はその居酒屋は2000円なんだよ。だから浮いた8000円を自分のポケットまでにして、その裏金ってこと。でもみんなはそれはお世話になってるからっていうことで黙ってるってこと。そういう仕組みええー。そういう話あ、キリストさん来たうん。キリに来た、キリに。アーメンあ キリストさん、なんか、聖杯あるって聞いたんですけど、あの、もう一回質問していいですかあの、聖杯っていうのは、あのー、このフワッチの聖杯ですかそれとも、キリストの信仰によるものにで、ね、信仰によってできた聖杯ですか本物の聖杯なのか、このイベントの聖杯なのか、ちょっと聞きたくて。これどっちなんですほ本物の話をしてるのか、一応ね。 イエス・キリストの画像だから。うん。リアルの、ええー、聖水である。アーメン本当かよ、これ、キリストさん。信じていいですかあ、キリストさん、じゃあ、あの実投げてもらってもだだだ大丈夫ですかええー、聖水、嘘か、これ。ションベンで話してるお前、嘘ついたら地獄に落ちろよ、マジで。キリスト。 ええー。生水ってはどういうことなのいや、あのね、池田大作先生っていうね、あの、有名な創価学会の人がいたんだよ。その人が亡くなっちゃったじゃん、最近ね。で、キューちゃん牧師に、池田大作先生は天国か地獄に行けますかって聞いたら、キリスト教の人なんだけど、地獄行きですって言ってたんだよ。 だからキリスト教でも地獄行きあるんだよ。全然。地獄行くよ。だから、あのー、本当にいいんですああるんですか聖杯。アーメン学会の話やめない。潰されるよ。ないかうん。 だから一番丸のもん、信じ、信じるものに救われる。えー、じゃあちょっと、皆さん、あの、ちょっとキリストさんを信じたいんで、8時50分から、聖杯…やります。えー、あ、てか、キリストさん投げてくれますちなみに聞きますけど。投げてく,くれるんですか ええー。行く面投げる面どっちなのこれ。行く面投げる面行く面ってどういうこといなくなるってことうーん。どっちですかあのリリーさんっていう女性がいるんですよ。嘘つきって言ってましたキリストさんのこと。リリーさんが。僕は信じてるんですけどね。 投げる面ああ、よかった。えー、じゃあ、ちょっと、リスナーさんで。リリーさん、嘘つきのキリストって言ってたんだよ。キリスト教を信じたいんで、あの、50分から、えー、8時50分かちょっと、聖杯戦争いいですか、ちょっと。ええー。あの、皆さん、ちょっと準備だけお願いします。でね。 あの、ゆうかちゃんいるかなゆうかちゃん、いますいないか、ゆうかちゃん。あ、ゆうかちゃん声援持ってるよね。あの、もしこの、俺は信じてるんだけど、キリストさんが投げなかったら、ゆうかちゃんにもしかすると頼むかもしれない。だから、ユカちゃん忙しいかもしれないんだけど、 あの50分までちょっとね、見,見ててほしい、7分間、いいえぇ、ー、いや、キリスト信じてるんだけどね、えぇ、ー、保険保険っていうか、ま、あほら、キリストさんが、昨日からね、聖杯あります、あメンって言うんだよ。えー、いや、これも、盛大なふりなんじゃないの、これ。 あ嘘でしょっていう、正解不利でしょ、これ。神を信じていいんですか、キリストさん。一応、あ、ラクさんもいいですえー、あ、じゃあ、ちょっと、もし投げれなかったら、あの、ちょっとまた二人に言います。声かけします。えー。キリスト、これ本当に大丈夫これ。絶対嘘だろ、これ。 怪しいうん。めちゃくちゃ怪しいな。いや、きっ風な感じ喋ってるじゃん。12月5日の120歳だって、ね、キリスト教のキイエス・キリストの誕生日でもないし、で東京都、江東区出身、今日はめぐ今は目黒区在住。 好きな食べ物はピザトースト <laughs>。座右の目は一石二鳥。なるべく楽して金稼ぐ <laughs>。これ本当に大、欲まみれだから、ちょっと疑うよね。本当に信じていいんですかキリストさん。欲まみれすぎて、ちょっと怪しく見えるんですけど。大丈夫これ、高ト区ね。ええー。 本物だなこれこう遠くねこれでフォローはされてるんだよなんで俺フォローしてないんだよフォローしとくねキリストさんあの投げた時にフォローするわえー、あーいたフォローしとこうコメント流れちゃったから大丈夫かよこれさああと5分ですね まあちょっとこうジョーク冗談かもしれないんですけど、皆さん、あの、説明させていただきます。とりあえず。<laughs> 今現在、イベントランキング、バトル、バトル、イベントランキングのバトルが今、ポパッ,ッしてます、えー。で、現在、正、えー、杯というね、特化したアイテムがありまして、これを投げると、倍率が、えー、いつもより3倍、4倍跳ね上がります。大、は、会、い、7割、8割ね で、このアイテムは、えー、倍率上がるんですけど、特定のアイテムじゃないと上がりません。それが金のアイテムです。金の象さん、金の豚さん、それ金のメダルと。この三つだけしか聖杯の効果が受けられないと。はい。で、一応、あの、有料です。で、あの、よければ、あの、それで投げてください。お願いします。 で、あのー、これ、ラグがありまして、5分間の、ね、倍率バトルになるんですよ。で、ラグがあるんですよ、これ。だから、できれば、風船とかバーガーとか、その無料系のアイテムは、あの、5分間はちょっと投げないでほしいです。お願いします。ええー。ラグってね、ちょっとあの倍率が出ない可能性もあるので。はい。で、ええー、まあ、その、正敗のやつがあるんで、まあ、皆さん、僕から言えることは、応援、ぜひともよろしくお願いします。 とということですはい <laughs> 風船もバーガー無料ではないそうですねすいませんあの風船とバーガーと既存とされているアイテムのやつもあの効果が発揮されません、ね、なのであの風船1個ずつ投げてねラグを作ったりとかするバグはやめてくださいであのあともう一つありましてねおつやっていうねあの まじあのー、惨めなことが起きることがあるんですよ。え、ね、え、要するに、まあ、こういうふうに説明してて、全然もう飛んでなかったりとか、イベントアイテムが。で、お通夜みたいな、がある、あるんですけど、あの、それがないように皆さん、ちょっとお願いします。応援、あと2分ええー、で、キリストを今信じてるんで、ちょっとお願いします。応援できる方。 DM を見てください緊急ちょっと一瞬だけ見るわ緊急なんではい <laughs> ちょっと待ってもう時間だからあと後で見るわねさあドキドキしてきた皆さん応援よろしくお願いします 来るよキリストからめ、めぐみがえー、ラスト2分、ちょ音楽の用意もしとくわ。いや、釣りじゃないことを祈る。あと1分あの、聖杯のアイテムが飛んだ時に投げてほしい。50分に投げちゃダメよ。聖杯のアイテムのエフィクトが出た瞬間に投げてほしい。はい。天のめぐみ来るよ、これ。 一応、リリーさんは嘘つきって言ってたんだよ。嘘だよって。でも、キリストさんが、俺の枠で何回も来てね、言ってくれてるからさ、もう信じてるだからあ。あ、その話後でしよう、ゆうかちゃん。ラグさんでゆかちゃんでね。その前にキリストさんをちょっと信じてる。それで、ダメだったらちょっとはお話し合い入ろう。えー、来るよ、神がえー、死んでるよ もう少しで50分まで。始まります来たー ちょ,っと待ってちょっと待ってちょっと待ってください嘘だろおいおい嘘だろ勘弁してくれよこれキリソさんいますかえ完全にこれザビエルっていうかあのユダだよねユダ裏切ったこれ キリストの皮をかぶったユダじゃないのこれ裏切りやがったあいつうわあ騙されたなんかリスナーさんから DM 来たうわもうプロフィールからおかしいと思ったんだよこれこんなプロフィール なんかね、関連ブロックが入ってますって書いててさ。嘘つかれたわなんかねこう、関連ブロック集があってさ、送られてきたやつがこれなんだよ。うわこいつかやられたリスナーさん、判明しました。キリスト教の化けの皮が。 まずこのキリストさんっていうのが3赤ね、あの関連ブロックになるんですって。で、3つあかんと思ってて、まず1つ目がこれです。えー、まずこれ。うわぁ。えー、ゴキブリさんです。まずね、これになると。キリストの関連ブロックを探るとゴキブリと。で、次がこれですね。

ええー、キリストの皮を被ってた。リスナーさんから DM で情報提供ありました。ありがとうございます、リスナーさん。名前あえて伏せとくか送ってくれた人。ありがとう。えぇ、ー、K さん、ありがとうね、K さん。情報屋 K。マジかよー。 なめてるわ、こいつ。リビーさんの言う通りだっ。マジやられた。じゃあ、あのー、皆さんちょ、買った人もいると思うんで、これじゃ示しがつかないんで、これ、あのー、実は、優香さんのラグさんに控えてもらってたんですよ、聖杯。これを一個ちょっと使わせていただきます。えぇ、ー、キリストのせいでもう許せないわー。 で,あのできれば優香さんが聖杯1個しかないんだよね。ラグさんが多分4つぐらいあるのかな。だから、ラグさんからいただきたいですけどいいですか、ラグさん。えー、ゆうかちゃん1個しかないんで、ラグさんに頼っちゃっていいですか了解。ゆうかちゃん、また今度でいい、えー、キリストいなくなっちゃった。 ありアという、かちゃん。じゃあ、ちょっと時間決めます。で、ラグさんは、間違いなく、間違いなく信頼できる人。じゃあ、もう9時から、9時からやるんで、ちょっと、よろしくお願いします。うわー俺もちょっともう、キリストのやつは、ちょっと頭に入れといたんだよ、その、聖杯は。あいつ、ほんと、しかもコメントなくなったよね。ええー。 9時から聖杯でお願いします。聖杯戦争で。まあでも正直ね、まあ騙されたけど、ちょっと笑えたからね、いい,いんだけどさ。えー、まだ笑えるからね。でもあいつは地獄行きだね。嘘ついたから。キリスト教の、そのキリストの人にも助けを求められゴン太くん来た大器使い俺の聖杯ええー、ラフさんちょっと待って ゴンタさんのやつ使っていいラグさん。ええー。ゴンタくんのやつ。あ、あるらしいんだって、ゴンタくんが。ラグさん、大丈夫振り回しちゃってごめん、ラグさん。まだ4つ、ちょっと残しててほしい。ええー。ラグさん、いいよ。ありがとう。じゃあ、ゴンタくん、いいちょっと。ほうほうほう、きった、ゴンタくん。 ゴンタ君があの聖杯をね今日使ってくれたんだよでね聖杯使って1個だったんだけどでそれで使い切ったんだよでも爆投げしてくれてさまた聖杯戻ってきたんだよああ<ー> <laughs> 信頼できないいや信頼できるって <laughs> どんだけ投げたか大丈夫だよじゃあゴン太さん9時からええ 9時からちょっと応援よろしくお願いします、ちょっと。曲もね、もう決まってるんで、俺。うほんええー。いや、ゴンタさんは何者かわからないんだよ。シークレットアカウント。誰か不明なんだよ。メタル社長っていう人もいれば、また違う人っていう人もいて、俺も謎なんだよ。誰か。 でもあの今日の昼も言ったけど児童養護施設の犬の名前がゴンタだった、うん、俺だから呼びやすいんだよねゴンタってマジで電話受けるのが中学校の先輩があの犬のゴン太いるんだけどね施設のど真ん中にそのゴン太のちんちんをに握ってあのゴン太いじめてたんだよで先生に怒られているという記憶があるゴン太のちんちん ガチってあって、キャンキャンってやってたんだよ。それが、中川ってやつ。中川先輩。あいつは凶悪だってよ。とんでもない。で、大阪で会った中川先輩がいたんだよ。大阪で。児童防説の先輩で。いたんだよ。うん。でもね、中川さんも仕方ないんだよね。あのー、障害あるんだよ。 だから何をやっていいのか何がやっちゃいけないのかっていう判別ができてなかったからだから結構ああの甘い目線になってたというかそういうことなんだよねええあるんでやっぱ施設にもねあの障害組という部分があるんでくくりとしてそう俺でもね障害組の人たちと仲良かったで障害者って言っても会話もできるし普通に楽しくあの普通の人と接するんだけど やっぱ何かをやっちゃいけないってタグが外れてて、普通にガラスをね、石でパーンって投げたりとかしてたから、そこら辺ぐらいだと思う。だからど、どれぐらい気違いなのかって話だね。うん。じゃあ、ラスト2分ねえー、タグが外れるタグがね、えー、頭の中側は。さあ、来るよ。 これはもう間違いの釣りじゃないゴンタさんは。間違いなく。ゴンターゴンタって呼ぶと来るんだよ。ゴンターゴンターほら来た、ゴンタくんありがとう、ゴンターゴンターって言ったら、ワンワンって言うんだよ。来てくれてるよ。ええ、ゴンタくんじゃない、ゴンタね。 電気来た。さあ来るよ。やかましい。ごめんなさい。もう言いません。ええー。ちなみに、あの、ゴンタに噛みつかれたこともある。ね。なんか、俺の足をね。野球の練習中に、ゴンタに噛まれたことがある。ワンクーンってやって、痛いね痛い、ゴンタってやったことがある。ね怪我するほどではなかったけどね。甘がみみたいな。じゃあ、あと1分。 いいですか来るよ九時だったゴンダさん、いいですかじゃあ来るよ、これどうだあ、来た俺おいコーチャンネルさん、ありがとうございますリスナーさん、五分間のショータイム 応援よろしくお願いしますゆうかちゃん3個ナイスー奈ち地さんも1個ナイスー岩ちゃん2個ナイス大樹プレゼンターナイスーおつやじゃないよ、えー、当たってる倍率出てるよ奈々地ちゃんありがとううかちゃんもナイスえー、あれ うわ岩さん来た !SP さんありがとう倍が出ないのんでだあ、出た出た岩さんありがとう倍はいや、今一応チャンスタイムだけどね。がんば、ありがとうおーい運営さん倍が出てないよ機能してるこれちょっと待ってこれ 今さんしか出てないこれ今さんしかお大丈夫かこれ今さんありがとうえー、あ来た来たラグかなノーさんありがとう爆裂切った倍率ナイス来たこれこれ今来ましたようやく追いついた時代がスイッチ押してくれた運営が 5×2 な SS2 さんありがとうございます23あきったらいいよあんたずっといてくれるね朝昼晩えー、いつ出てるの貧乏さんやと 3×5 倍きたきた聖杯効果発揮してるよ今の多分出てなかったからこの分出るよこれ倍率が。 下がっててポーンときたおら !5×20 ナイスあれーかわいこちゃんフォローしときますありがとう 5×20!2×5 ユウさんありがとうございますぬるたらどんちききた 2× がナイスお母さんフォローされてない方ありがとうございます 2×20 来てるよええー こう、下がってた部分が今、跳ねてる、今えー、倍率ほら、切ってる 2×5、ナイスー SP さん、フォローしときますありがとうございますいいよラスト2分ね、ちなみに3る2 0ナイスー60個、ナイスーありがとうありがとうございますフワッチ大賞、応援するぞありがとうかけ× 5ダービリュー 嬉しいダビデさんありがとうえー、カモンえい、ー、いかけでございますわーちいさくー,ザー,ソー君が君が君があ今日のアラブ関を大発、うん、今夜君がトップワン君がいなきゃやってけなーい ファンタスティックありがとうございます。10個投げ、ナイスはるさんナイスならさんもナイス !2 個投げダべに行さんナイスならちゃんありがとうピンボーさんありがとう !20 枚で1個ナイスはるさんナイスありがとうございますバク投げラスト1分 !S2 さんありがとう ニコナイスビンボーさんナイイススさんアイテムたくさんナイスアラス 3× ゴリラありがとうアベニューさんナイスアクアさんありがとうございますあさちゃん今日も昼来てくれてありがとうナイスウルトラトンチキあ 2×5 ナイスブーサさありがとうございます来てるよ えー、10個のありがとうメロン、イちゃん20枚ナイスーよーしいいよいい感じありがとうございますあニコナイス、みーちゃんありがとう !S3 万、うんこナイス、リオちゃんきたた倍出たよ !10×5、50個分ナイス、下ろしとくね十華大決まりでたメ、ね、ストチキー !5 分、えー、でもさあ、うん ありがとうございます。ニコンネイスあさちゃん。うわちたいしょありがとうみんなきた二十倍読み上げていくね。ええー。わりー,ーちゃんありがとう参考コーチャンネルさんも一個ありがとう。 ユンさん、ありがとうございます、本当に。ゴンタくん、50個今ちょっと反映されてないけど、ありがとうリオさんもありがとう。ココちゃんもありがとうリオありがとうね。アクアもありがとうえー、ナラシもありがとう。キラーキラもありがとうアンナちゃんもありがとうえー、ありがとうございます。カリメラちゃん、オリーブちゃん S2P さん10個ナイス !O チャンネルさん !O ちゃんもありがとうポンチョさんありがとうルルさんもありがとうございます !W さんもありがとうありがとう春夏さんありがとうリオ y ちゃんありがとうマジで貧乏さんありがとうございますミッコーン1 0個ナイスえー、ほんとは腹がいた忠きさんもありがとうございますすいません ありがとうみんなえっとなんだこれはアイテムラッシュ。200万台乗った来たえぇ、ー。しゃー乗ったようやく。えー、見えてきた小前くん。150、170万ポイント差ぐらいあったからね。だいぶ近づいたわ。ありがとうございます参考。伏せ字やめて。うんか、ナイス、リオンちゃん。 偽大仏ありがとう。嵐来てたええー。ニコナイスルーさんもありがとうございます。うわぁ、くヨちゃんありがとう !1 個ナイスーめちゃくちゃ嬉しいありがとう無料もありがとうねええー、ちなみに。ニコナイスルーちゃんありがとうこの50個が気になるなこのゴンタんの。うん。 ゴンタ君の50個が気になるな。エ s ネンありがと何倍つくんだろうっていう。まだ飛んでないよね。50個のやつ。ほら吹き叩きええー。ポンチョさんあれ。ああ、岩さん2個ナイス。5×2 ナイス。皆さんあとナイスも押してってください。17で1000ナイスです。押してってほしいちょんまげ。お願いします。ええー。 バレちゃん相変わらずかわいいね。ありがとう、クローゼットさん。ブダのアイテムナイスこれ。えぇ、ー、どこどこ ?S2P さん、ありがとう !SP2 さん。ニオンちゃん、ナイスありがとうございます嬉しいわ。えぇたくさんの少女、ありがとうございます本当、えー、にありがとう、みんな。輝いてる車が。1000来たぞ 嘘だろ !10 個ナイス !10×5! おーちゃんありがとうこれラグがあってね、あのみんな多分消えてると思うんだよ。でも、あのー、あれ、なんて言うんだろう。俺の方は今飛んでる、その順番で今更新されてる。これはバトルの後みたいな感じ。だからちょっとね、会話にズレがあります。ええー。で、もしちょっとアイテムがちょっと、 飛んでるのしんどいなって方はあの一回入り直して入ると治るからでも正直あの言葉にズレがあるから入り直してほしくないえー、そうするとねちょっと俺があのアイテムが飛んでない状態で言ってるみたいな「ゴンタク50クソ倍率ルないかクソ!くそー」これ殴ってるけど倍率は一応出てるんだよねえー、だから制覇の効果はあるはずなんだよ でも、マジでファンタスティックとか、おーし、キランちゃんありがとうファンタスティックとかそのまとめ投げの部分の倍率が、見事に噛み合わないんだよね。やってんのかなっていう。そのレベルぐらい疑ってる俺は。あー、ありがとうふわっち大社大っすで、皆さん、あの、投げた人で確認してほしいんですけど、正敗が出ることがあります。0.1%で。で、リオンちゃんとか出てない ガブリエースガブリエース来てくれたのありがとうあーあのさんあのさんじゃんうれしい元気にしてたええー、センナイスナイスええー、バッツさんナイスナイス甘えれんかセンナイスいったで持ってない正杯ちょっと確認お願いしよ投げた人で えー、プレゼントボックスに入ってるらしい甘えれんかこれバッさんもいるよ、えー、悪態つきながらも応援してくれてるどう <laughs> 元気そのうち復活しますよあそうなんだねえ前ちょっとねいろいろあったからねこれね首のやつ心配してたよこれしかない50個でもでかいわ ありがとう。のこおちゃん、ありがとうございます。毎日甘えれんかアホかすいません。甘え甘え上手で。ええー、タイトルそうなんですよ。ありがとうございます。ナまスてナまスて。<laughs> ありがとうございます。あタイトル、今気づいたのみんな。税務署はお前を見てるぞって。えー、怖いこれ。 いやでも本当に見てるよ。てか、俺に対しての戒めでもあるしね。えー、聖杯次何時からいや、聖杯だってもうないでしょ、だって。ゴンタくん、電球切ったーい特別税務調査です嘘だろ、10個 !743 個のなんか電球もらったんだけど。ちょっと待って、これ誰うわー、マジかー 税務署の方ですこきっと怖いわ税務署の方からアイテムもらったわプレゼントボックスに入ってらしい電球これ電球って集めたらどうなるんだろうやるときいつも電球のやつが出るんだよねなんかボーナス入りますみたいな感じで精一杯次いつやるの <laughs> あ精い いや、だから、正敗持ってる人もいないんじゃないいればね、やりたいけど。えー。今、正杯持ってる人いますかいる方直してみて。いるよって方。どうだ固まっちゃったよ、コメントこれええコメント固まっちゃったよね。 変な質問しちゃった俺。ごめんなさいね、これ。ああ、来た来たヘイが一瞬なんでためらったうん。なんでためらった今、一瞬。別にそれで食っちゃうとかじゃないよ。うん。マジ何個投げても当たらないわ。あ、マジ31号さん。使ってね。ありがとう あ,あ、みー、みーな、みー、みー、みーちゃんありがとうね。ありがとう。後ろ姿が綺麗だわ相変わらず。ありがとう。あれ、みーちゃんってアイコン変えた森の寝合わせありがとう。あったら投げたいけど。ね、えたくさんの表情ありがとう。31号、りおんちゃん。やっぱりおんちゃんかな。えー、え、りおんちゃんめっちゃ投げてるけどね。 昨日も投げてし、今日も投げて,て、一個も来ないの。うんさん、おかしいよね。聖杯0.1%。誰にでも可愛いって言えが出って,て、可愛いんだから仕方ないじゃん。可愛いもん可愛いよね。でもね、やっぱ、そんなさ、良くしてもらってる人に、不細工とかさ、言えないしね、そんなの。で、実際可愛いからね、ちなみにみんなちゃんは。うん。 当たらん500ぐらい投げたけどなんでだろうね、これ。どういう確率で出るのかね、0.1%。でも結構さ、0.1%引,引いてるよね、20%より。ファンタスティックの部分いっぱい投げられてるんだけど、この聖杯の時さ。20倍引っかからないんででも、聖杯のアイテムの部分に関してはよく引っかかるんだよね。 これ絶対なんかパーセンテージバグってると思うわ。一個投げたけど当たらないね。一個じゃ当たらないんじゃないえー、前の枠見てめっちゃ可愛いえー、田崎のありがとう配信すいません。一個な、投げたけど当たらないえー、まゆちゃん整形して可愛くなったよね。整形するおお、可愛い、確かに。えー なんか可愛い,いわいカレンカレンカレン、ま、カレンカレンじゃないなカレンカレンになったカレンもこんなことしてたんだよ髪の毛見せようかカレンの写真あるんだよああ 彼に見えた一瞬カレンの写真えっとねちょっと遡るけど似てるカレンとまゆちゃんどれだっけなあれカレンの写真あったかなそもそもどっかで出てくるはずなんだけどああこれじゃないな あーあ、これかちょっと昔の写真だけどこれちょっと似てるよねまゆちゃんにあのいじがまだ痩せ,痩せどうなんだ今一緒くらいかな昔の写真ね似てるよねちょっと。 ちょい似てるよねちょっと似てるよカレンに目,なこれ目の辺りとか似てるもんこれ誠ジねそう似てないか <laughs> と思うけどねこれはね多分ねクイズ番組があったんだよ うん、あのふわっちイベントのクイズ番組出ようみたいなイベントででいろんな配信者が集まってクイズ番組したのテレビでねその時にヨッサンとかセイジとか俺とかいたやつでクイズ番組ヨッサンがなんか死ねとか言ってたよ普通にゴミがよーって酔っ払いながら、うん、で結構あの注意されてたって記憶があるテレビでは使えない言葉をワーワー言ってたね 懐かしい。カイちゃんよくわかんない。パルちゃん頑張ってね。ありがとうここありがとうございます。あらーさんほら、したくね。ありがとう。めっちゃフォロー増えるわ。昨日と今日だけでフォロワー数が200人増えた。やっぱずっと放送やってるからかな。めっちゃ増えたわ。長時間。ああ、で、おすすめも乗るようになったんで、俺。 あれ運営さん、またおすすめ入った、俺に。いないんだけど、これ。あれ、俺、いなくない、夜。えー、あ、いたわ。よかった。でも、金川ナ君より下はないわ。ねえこ、おっぱい出そうな女の子の、横かよ、俺。800人いるんだよ。 おすすめじゃないのイベント頑張ってるし俺ね確かにいいレベルのところにいるけどカナカーナくんより上にしてもらわないと困るでおういいうあ夏子様やってるじゃん。 懐かしい里美さん聞き合ってるあたまにこれチンコ出たりするからねあももコちゃんね復活してる最近かわい子がいっぱいいるよねゆきちねなんかね夜とかやばいんだけど結構かわい子いるんだよ夜とか <laughs> でかわいい子いるなと思って見に行くじゃん 全然顔違うんだよそうラジオだったりとか顔が全然違ったりとか写真写りが良かった写真とか結構ねないそういうの深夜のその女の子の枠行くと「多いよねあれ顔バクったの違う人がやってるのかなと思っちゃうぐらい全然違った顔があれ?」ってそうサムネ全振りしてるんだよ びっくりするでもあのサムネ通りサムネ以上のかわいい子もいるしねうーん普通にそうであとね夜だと本当にでかい確率なんだけど深夜の2時3時とかうろ,うろついてみんなおすすめマジでおすすめでなんか AI がやってるの分からんけど エッチな配信一つは絶対ある。絶対言い過ぎか。あるんだよ。昨日、ラジオ配信の女がアイテム飛ばないと文句言ってたから、それはラジオ配信だからじゃないって言ったらピキられたあのね、やっぱ事実に対して言うと怒るんだよね、やっぱり。図星とかね。だから言っちゃだめなんだよ。気使わないと。お前が悪いよ、それは。えー、女の子はさ、 傷つきやすくて壊れやすいからね。うーん。やっぱ事実を言ったり図星を言ったりすると壊れちゃうよね。まあ、男もそうだけど。<laughs> 火薬もそう。結構繊細だからね。やっぱ配信でしか取り柄がないから、配信の部分でちょっとチクリって言われると、ちょっと潰れる人が多いよね。特に俺とかね。うん。3位まで111ポイント。いけるよ、これ 111万ポイント。さっきまで170万ポイント、60万下げ、あの、縮めたからね。<laughs> パリでもすぐピキるからね。それ営業ニュースだけね。い実際問題そんなピキらないよ。セイ <laughs> はないのかええー。カバー抜けないよ。政治だろ抜けないよね。 強すぎるでしょ。これいじさん普通に最終日とかになると吉祥さんぶち抜くと思うよ普通にこの順位でさ今回異常すぎるレベルがマジでレベルが異常すぎるわ何なんこれ平均が順位以内に入るとして370万ポイントいるんだよぶっ壊れてるよこれ仕様が聖杯によって 制覇あと5個あると思いますあ、そこ5個ね。そう。いや、ラグさんいるのかなと思っていないんじゃないラグさん。ゼロワンでも勝てないいやー、ワン勝つんじゃない特にふわっちのイベントには出てないから、初イベントデビューしたら、普通にお前結構の差つけて勝つんじゃないかな。TikTok のリスナーも引き連れて。うん。 マウスリーランキング3冠王だからね。<laughs> で、ナイスも本気出せばダブルやついけるよね、ダブルも。100円、閲覧100はいつ全然もうそれはね、今日中にないね。でも俺も強いけどね、なんやかんや。そうじゃない俺も強いと思うけどね、リスナーさん、いろんなリスナーさん投げてもらっててさ、 ねえいろんな人に投げてもらっててここまで来てるからねなんやかんやいやメタル社長も爆投げあるけどえでもやっぱみんなが投げてくれてるやつもでかいからねそらおうんだから俺はねパルリスが一番最強だって信じてるよね俺の放送だし 今、イベント中だから TikTok しません。えパレパレが一番面白い。話がうまいしほんとにそれ、ファイトだよ。ありがとう。ラースアリアンス。キランちゃんもありがとう。いや、みりん飲んでないよね。確かに、これだけを見るとみりんに見えるけど。ね。この表紙でしょこの金色のやつで。で、これ。 えー、お茶玄米茶飲んでますはいみりんじゃないっすこれ飲んでたらやばいよパルは憎めないよほんといやでもね昔はすごかったよ障害者パルパル軍団とかわけのわかんない軍団いたからねおお俺のあらを探してさ詰めようとしたからね とんでもなかったよ。うん、憎めない。でもね、まあ、あいつらもいなくなったけど、8年前のやつだし。何それ、そんなやついたんだよ。俺のこと、障害者扱いしてたんで。ね、障害者っつって。誹謗中傷の嵐だよ、本当に。配信時間考えると、やっぱ G 強が最強やろあいつらかそうだよ。あいつらだよ。 もともとロビンソンさんが俺に対して支援してくれてたんだけどロビンソンさんに対しても歯むけ牙むげで誰とかしてねあったんで懐かしい俺のことを支援してくれてる人がいたらやってあと例えばさリスナーさんからアイテムもらってね泊まるとこゲットしましたって言うんだよ俺でホテル取ってきますって言うんだけどバック切るじゃん パチンコってなるんで。で、それで、パチンコでも、すいません、リザーさんって謝って、それでやっぱアンチができてたりとかしてた。うん。1万稼いで、その1万円で甘デジで稼ごうとしてる、そのやつがあったんで、昔ね。あ待って、まゆちゃんがコラボ来た。あ、切られた。うん。あれ、電波が悪くてサーバーエラーって来たんだけど。 うまく視聴できない場合はえ視聴画面にしてくださいあれなんでこれ切られたのこれバグだのこれ切られたサーバーエラー来たよこれあ、また来たうんはるちゃん大丈夫あ、大丈夫サーバー大丈夫うん、大丈夫はるちゃん久しぶりで、落ちたいや、なんか落ちた あのあそうなの<お>俺もなんか落ちたのサーバーエラーっつってあのー、はるちゃん地雷、うん、地雷系になったんだけどどうかなでめっちゃ可愛い普通にこれ成功したかなあのねそれで立ちんぼやってほしい立ちんぼ大久保大久保公園で立っててほしいえいくらいけるかないや俺言っていい本気で <laughs> 俺なら <laughs>、うん、ガチで言うと、うん 一号か。<laughs> リアルじゃん。それ普通のさ、値段じゃん。一号。交渉するなら。え一、ー、号かには出すね。一号で、な、なオプションなんなの。オプション,ション。普通にゴム付き。いや、それはわかんない。俺、そう、あんま、その、やったことないから、その、大久保公園のが。<laughs> これ、マジで。マジで、な、買ったこともないんよ。 そん1万5000円安いやったらじゃん1号じゃ安い,安いよやだいやでも考えてみんな,なんか若い子が高いんだってだって若いじゃんえっ、まあ、絶対にさ 10, 10代だと思われると思うコンカフェ嬢っぽいって結構コメントで「きらこめすごかったけど」うん、まあ確かにまあ 10代20前半には見えるあ、嬉しいおただ10代19とか18には見えないかなまあそれはさすがに無理か無理があるんじゃない30って言われたらうえー、ってびっくりするかもえファルちゃん今イベントやってるのそうイベント中なんだよもう聖杯をね使ってもらってやってもらってて先に言っとくけどバトルは次第よ バトルは。ま<ッ>にはしないバトルしなくてもいいもん。はるちゃん、私。えぇ、ー、な,なんでないのあるでしょ。イベント中でしょ見たけど。ないんです思、はい、うん。なんか聞いた昨日枠見たら、うん、私、聖杯投げてもらったけど、うん、これ、他人の枠の聖杯だからねって言ってたや あの、おこぼれで同情してもらって、うんね、私の枠で一回も出てないそれは、うん、忖度じゃないの嫌われてるね運営さんにでもねあのね俺ちょっと見せるんだけど、はい、あのまゆちゃん1位なんだよおすすめほんとだ俺がね4位なんだよ1位 え、それってそう、進められてるんだよえそうなんだそうだよ運営戦エッチなやつエッチなやつも置いてるほんとだねなんで私当たんないんだろう一個もで私バトルはちょっと倍率高いと思ってるからもしかしたら正敗をもらえるんじゃないかなっていう期待でちょっとパリちゃんバトルはんなんさっき正敗やったばっかだもん で、リスナーさんに嫌われちゃうよ。これやったら。負けてもいいじゃん。負けてもいいじゃん。うん、えー、だって。じゃあたくまくんと別れたらいいよ。え、どういうこと？たくまくんと別れたら別、うん、れてほしいの。別れてほしい。俺だって誤爆したでしょ。まゆちゃんの枠で別れた。 付き合ったんだってまあ確かにパルちゃんが嫉妬してたんうん嫉妬しちゃったから別れてほしいよねでもパルちゃん佐藤さんちゃんいるじゃんいやだから俺は付き合うけど、うん、やっぱアイドルでいてほしいのよ私がアイドルとはまだ違うだアイドルとして見てたからアイドルとしてだからショックなのよたくまマくんの付き合ったことやっぱ裏切られたって裏切られた,かっ <laughs> たうんやショックでたまんないんだよそういう そういうのでたくまくんを切ることはできないから、他は他。いやー、たくまくんと別れてほしい。他、他かな。パルちゃん、お願い。ーバトルええー。他ないよね。バトルで、だって、それ以上にバトルを嫌がってるから、切られちゃうもん、ね、俺。 じゃ罰ゲーム入れて、うん、まゆちゃんっていうのはじゃないとできないわ罰ゲーム,ゲームでも私もう全部やっちゃったからなもう髪もだからたくまくんと別れるだよね <laughs>、うん、そしたら多分盛り上がると思うよでも炎上って稼げないよねパルちゃんそうだね<あ>間違いない本当に稼げない閲覧だけその時の リスナーさんもいなくなるしさ。ま前ちゃんあの聞いていい?はい。先月の給料いくらでしたか?。ちょっとネタにした。私の?。ええー、あの十、ー、一月の給料ちょっと。うわー、言いたくないの、それ。言いたくない。言いたくない。ええー?。取材いい?。いくらなの?。メモ帳用意してるから、今。ちなみに、山田部長は。八十五万。はい。 それ以上かそれ以下かか教えてほしいじゃんあそれえでもそしたらバトルしてくれるの、えー、あバトルかそっちかバトルはねだって次の聖杯投げてもらえなくなる可能性あるもんあ,あの正直言っていい、うん、聖杯はめちゃくちゃすごいんだよまゆちゃんそうだよ知ってる,ってる私も欲しいんだよだからパルちゃんこういう時って助け合いだからね うん私1個も持ってないからねバトルしで正敗をゲットすることしかないんだよ、うん、そうなの、うん、でパルちゃんが言うんだったら私教える先月の、うん、あんま言いたくないけど9秒言いますええいやそれはちょっと罰ゲームじゃあ 負けたら。そのまま、すっぴんだってよ。え。そのまま、ね、配信中に、すっぴん作業してほしい。あ、す、あ、これですっぴん。この、あれで。いやいや、もう全部。と、取って外してほしい。え、だから、このメイクだけ外して、この格好するってこと。うん。マジかよ。じゃ、またリスナーさんの意見聞くわ。じゃ、うん、リスナーさん、のラジコンだから、今、イベント中は。 これはダメかすっぴんはあかんやっぱな,なっなして。まパルちゃんショックだわ <laughs> どうしたのいやパルちゃん喜ぶかなって思ってこのメイクいやめちゃくちゃ可愛い俺すごくねもしフリーだったら付き合いたいってぐらいあ嬉しい,い成功ってこと俺はもうね大成功だと思うよじゃあ私ちょっと今度からこのメイクにするわじゃ 俺はこれファンつくと思うよ。本<当>俺地雷系好きだあの東横ピエン系ハメ撮り動画エロ動画って調べてあそういうの見てるの、ね、見てるというかたまたまね、うん、あそうなんだ、うん、ピ,ピエン系ハメ撮りみたいなねえだからもうフワッチはもう,もうまんま一緒なんだよピエン系でフワッチ騙せないからもううんもしいつかもうフワッチで終わったらもうこの路線で行こうかなって思ってる他の他サイトで。 ティックトックでやった方がいい。ぶつけると思う。全然。え、まゆちゃん何歳なの。何歳だ。何歳に見えるかな。いや、三十だと思ってたんだけど。それ以上ってなんかあるから、ごめんね。<laughs> なんでそうなんの。三十より上なの。四十。 んんじ超えてゃんそうなっていくと私いじさんにも、うんまあ、キムキムにもゼロワンにも身分証見せてるからね私がその偽装してることになっちゃうよ、うん、保険証を確かに確かにね<う>でもね正直言って整形してその化粧できるっていうのは大成功だよねそうだねうんなんかゆまるちゃんにも似てるしそれ<の>前も言ってくるけど何なのそれは 嬉しくない,のいや嬉しくないっていうか、うん、気まずい関係だからいやゆまるちゃんめちゃくちゃ似ゆまるちゃんに憧れてやったのかなって。<laughs> うん、ゆまるちゃんにしてくださいってでゆまるちゃんがもし上がってきたら「まゆ、うん、ちゃんに似てるね」って「まゆちゃんに憧れてやったの?」ってちょっといやらしい質問するよはいやらしいから、ね、や嫌な人間なんだそうそう,そう腹黒いというかこんな見た目、ねうん 俺悪口言わないから <laughs> あでもパルちゃんあの何、まあ、でこの地雷系メイクしたかっていうと、うん、でなの体重がえっと十えっと、まあ、今年の1月が3 8キロだったんだけどなんと今 55kg え一回立ってみてスタイル見てみたい。 待ってね。ええ、汚くね。気のせいか。おお。うわ。すごいスタイルいいじゃん。遠くから見たらカレンダー完全に。間違いなく。どう。似てる。 ちょっと待ってて。可愛い,いわ。いなくなった。あ、可愛い,いなんだっけ、達夫だっけ、福<ク>。あ、福だ。うん、あれベロ出してたのチワワの犬はあ？あれは寝室行っちゃった寝室。あ、そうなんだ。うん、あ、福くん初めて見たかも。あそうなの？ フクちゃん、ほら、ふくくんフクちゃんほら、パルちゃんだよ、パルちゃんふくくん。フククンお今、呼んだからそっちもいたふくくんふくくんふくくん。あっ、ほら、尻尾振ぐってる尻尾。かわいい。えっ、オスなの、メスなのあ、オスだよ。で、あの、ベロの子がメス、<あ>オスとメス。え、それ、交尾しないで大丈夫なの あ、虚勢してるからねお互い性欲ないあっ虚勢したらそうなんだなくなるんだそうそうそう春、ま、ちゃん歌は歌<な>え歌は熊のとこ行って別の男のあそうなんだ他の男のうんまあでもまた海い,いじゃん歌まと え、でもね、また歌は変えないよ、歌は。唯一無他。あ、<laughs> そっか。いペットもいいよ。本当に癒される。え、でもね、この家ね、ペット可能の家なんだよ。家賃高いもんね。え、なんで知ってるの。え、なんか、佐藤さやちゃんが出してくれてんでしょなんか。ま、マンスリーだっけ。なんで知ってるの。ああ、そっち、マンスリーは。もう、普通の池や、ね。うん,うん。 そう,そ,うあそうなんだで犬がいるんだよね佐藤さんじゃん、うん、ドビーっていう犬がその犬が来るって話なんだけどまだ来ないね実家にいるらしいけどえー、いいじゃんいいじゃんで俺も犬飼うかもしれないうんいいと思うよ、うん、ただあの気をつけてねあの動物愛護がうるさいから結構大変だよ飼ってると。 なんて言われるのいやだか,かわいそうとかあかわいそうって NG ワードにしてるだからかわいそうかわいそうってもうずーっと毎日多分言われてる言われてない日ないからねからもう NG ワードにしてるそうなんだえっ何だっけ福、えー、君とハニーだっけ、うん、俺はね正直言ってハニーちゃんが好きあそうなんだ、まあ、でもハニーの方が人気だよ、うん、ねやっぱベロ出すっていうのは、うん なかなかほら珍しいじゃん。可愛らしいというか。そうだね。ハニーはね、確かにリスナーハニーリスいるからね。ハニーは何歳だ？ローバだよね。<laughs> ハニー十三歳。もう年だよね。十三歳は。ハニーはもうだ。だから亡くなったときは悲しいね。そだから福ちゃんを買ったの。え？変わりよ？変 <laughs> わりっていうか。な,なんか言い方がさ、変わりみたいな言い方じゃん。 10歳の時にハニーちゃんがもういなくなったら多分もう私後追いしちゃうかもしれないから俺はそのレベルだからもう福ちゃんをだからつなぎというかああじゃあ今愛情はハニーの方なのハニーも福ちゃんも大好きなんか総理に取られてたじゃんどっちかあでも総理はあのー、同じ犬種のダックスの同じ毛色の福ちゃんにそっくりの犬飼って うん、もう今仲いいね総理とねあそうなんだえ総理はもう仲良くなったのえ仲いいよ先週もコラボしたそうなんだ、そうなんだそうそうそうまた来週も会うし、ね、年越しも総理と過ごそうかなって思ってるえっ拓磨くんはまあ拓磨はクリスマスに会うから あのさ俺思うんだけど拓く君はマゆちゃんのこと好きじゃないと思うよえなんでそんなこと言うのごめんねこれ書き目出したくはないんだけどさだって好きだったらさ年越しもいるじゃんえやっぱそういうもんなのどうだよいや私が断っちゃったんだよあそうなのそれなんかちょっともめちゃってさっきねあじゃあマ、ま、ちゃんが好きじゃない,よいやでも好きなんだだけどだってクリスマスマの5日後って年越しでさ 彼氏、うん、彼氏彼氏になっちゃうじゃん。そんな考え方なの？<え>だって総理とは過ごすんでしょ？でもほぼ彼氏と何が違うの？ほぼまあリスナーさんと過ごすよ。クリスマスは恋人で年越しはリスナーさんと過ごそうかなって。え変なんかな？変だと思うよ。普通好きだったら年越しもクリスマスも過ごすでしょう。 そうじゃないだからまだ好きじゃないんだよまゆちゃんの心の底から分かるいや適当だからねパルちゃんねいや好きだったら一緒にいるもんだからまゆちゃんはたくまくん君のことを好きじゃないんだよよく考えてた,きたくままはゆちゃんのこと好きじゃないっって言った いやそれ年越し過ごさないっていうのはたくまく君が言ったのかなっていう認識だったからねでもまゆちゃんが言ったっていうのはならまゆちゃんが好きじゃないクリスマス一緒に過ごさなかったら好きじゃないっていうのは分かる、うん、<laughs> 年越しはだって総理と過ごすんでしょこれが一人だったら分かるよ一人だけど一瞬まあ家が近いからね歩いて行ける距離だから、まあ、ちょっと顔出しするぐらい あ、そうなのの、うん、そういうい感覚だけど、まあ、ここで年越し一人でリスナーさんと年越そうかなって、うん、聞いていいじゃあストレートに、うん、本当は拓く君のこと好き本当は本当は好きだよ <laughs> どう好きなら <laughs> 教えてよええー、まあジャニーズっぽいし ンコが26センチらしい、うん、はい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 でかい風太だし風太だしあとちょっとすいませんもうこれ以上はうわっお前ちゃん好きじゃないわ見た目と形じゃんただのデクノボじゃただのだって 性格のの内面の話してくれなかったよね優しいとことかまあねありきたりだけどジャニーズ系でちんちんでかくて形もいいって配布人形って変わんないよね高本 <laughs> じゃあパリちゃんはさ、うん、佐藤沙ちゃんのどこが好きなのめっちゃ好きなとこ行っていい、うん、帰ってきたらまず何すると思う俺にギューだよただいまって言ってギューするんだよ、うん 今日はこういうことがあって疲れたってで俺がこう言うんだよ邪魔だ俺に触れるんじゃねえなんでそんなこと言うのって、うん、甘えるんだよパーカーお前そんなの嘘に決まってるだろうみたいなラブじゃんアイリーがラブラブだこれラブラブがあるん<ー>でもまゆちゃんじゃないよねいやうちらあったらもうめちゃくちゃやばいよ、うん、あのー、じゃあこれがまたくまくんだとするじゃん顔が うん。あそうなんだへえってあ、そうなんだえってか今日さんお腹かすいたねってずっとこの唇が触れるか触れないうわーちょっとまやちゃんこれはないわ似合<え>わせだねほんで寝る時もいやいや社長えび蔵のこと好きでしょいや違うからこれはその AB は違うんけどあ違うのこれ似合わせじゃない,わせないよ本当とはえび蔵さんが好きとかじゃないしいて,て。うん。で寝る時もこうやって「 口をこうキスしながら寝るこうやって海老蔵にで起きた時も<ス>起きたらキスして目がパチッてなって,、うん、てえー、てえー、じゃあえじゃあこんなこと国難題聞くのはね、うん、じゃあゼロワンとクマく,くんねうんうんそのまあ比べるのよくないんだけどさ今はその月というレベルでいうといやそれはクマでしょ 何を言ってんの？俺は何を言ってんの？え、間違って言うかもしれないゼロワン。ゼロワンは好きだったけど、まあ過去好きだった。今は違うってことね。そりゃそうでしょ。ああ、なるほど。だってパルちゃんクマちゃんのこと好き？俺クマのこと？俺はね、昔の女はどうでもいい。でしょ？佐藤さんしか見てないよね。 上書きだよね普通にてかもう記憶ないんじゃない私あそうなんだ、うん、元彼の記憶があれ ?01 以外に配信者と付き合ったことある,あるえ誰なつき残念なつきああなんか聞いたことあ付き合ってたんだ知らなかったそれは昔ねもう<あ>10年前うんあ暴露されてたねなんかねそれかうん 付き合ってたって暴露されてバレた。いや違うよ。あの夏希が配信始めて、うん、あれ待ってこれ夏希じゃねってなってコラボしてその時に、うん、カミングアウトした。あじゃあ暴露暴露じゃないよ。いそれはなんか夏希のなんか爆なぎしがの中の暴露。私は別にこう。あそうなんだ。あそっか加薬さんは。加薬さん。 だって、火薬さんとは一緒にお酒飲んだ中でしょ、うん、ホテルで。まあね、火薬さん、面白いよねえ。付き合うとはならなかったのそういうことあった。火薬さんは告白されて、OK したら振られた。あ変な舌だよね、火薬さんも。うん、振られたんだよ。告白してきたくせに。振ったみたいになっちゃったの 振られたってみたいになっちゃったんだわそれはショックだねえ OK した時はじゃあその時に振られたのかそうだよなんでだいやなんか変変わってるもんねあとなんか女性にお金使いたくないんだってあとねエッチした後すぐ帰ってほしいらしいんだってえそうなのあ知らなかったのいや火薬さんめちゃくちゃ優しかったよいや、なんかね、内心は、うん めててるらしく,て早く帰れよ言ってたらな俺の聞いたもん,なんかエッチした後に賢者タイム入るんだってでもう、はあ、もう寝たいわーってなるてへえ<ー>疲れるわって女も俺のよく来んなよみたいなでもな多分それはその配信上のキャラで全然人が違うよ配信が全然あそう違う違う 気遣いだもん、ね、めちゃくちゃ優しいし同じ人間だと思えない、うん、キャラ作りしてんじゃないあ作ってな確かに、ま、だだだだだえピカピカギャクって知ってるあピカチュウ虐待の人あ付き合ってたピカチュウ虐待ってピカギャクっていう<何>なんか一瞬ツイキャスやってて、うん、ツイキャスでなんか2000人ぐらいいたんで一瞬、うん、おすごい あのー、なんかピカチュウのぬいぐるみをひたすらレイプしてる配信者めちゃくちゃ面白いしそう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 ,そう,<も> <laughs> う付き合ってたあそれ付き合ってたの,のなんでそんな付き合う流れなの<も>ファンだったってこと面白いと思ってピカチュウレイプしてるそのもうピカチュウの名前も動いてないし、えー、もう元カレの名前ピカチュウって呼んでたんだけどあ元カレの名前さもなわるの本名 あ夏希は分かるわ名前だけはでももう名字とか過去の人忘れちゃうんだよね。あ,ねあ、なるほど、なるほどい。今だけ、今、たくまくんだけ。うん、あら。あいいね。なんか、イベントの邪魔しないでくださいってちょっとコメント来たんで、はるちゃん、ごめんね、ありがとう、なかなあ,ありがとうね、うん、こちらこそれ。はるちゃん、またね、うん。頑張ってね、はる、うん、ちゃん。またあのちょっと イベントないときにコラボしようイベントないときに分かった、うんんね、ありがとうマユちゃんっていうことですねマユのリスワンの手伝いかいやしてないよだって俺リスワン1位じゃない今見たけど俺が1位でしょこれリスワンちゃうマユちゃんが1位じゃん勝てないわこれ な。てか、昨日も聞いてよ。あの、麦わら、麦わらのく君に、ね、抜かれたんだけど、百差で。許せないよ、はっきり言うけど。勝ったと思ったもん。まあちょっと休んでたから放送してなかったっていうのもあるけど。ないわ抜かれちゃったよね。今日はひどんな、ああ、そっかぁえつら多いもんね。 キいちゃんかリスワン6,000人でしょ今何人いるの1万8,000抜くわこれ、ね、<laughs> 利用されるいや利用されると思ってないよ別に全然そんなそこまで器ちっちゃくないわ思ってない いや今回、リスナー取らないよ。うん、ごめんなさい。ちょっと肩痛いし。うん、体,体調もちょっと悪いんだよな <laughs>、えーあ。表情ありがとうございます。すいません。申し訳ない。いや、俺はね、普通にこうやってしゃべるの好きだから、上がってきてよかった、普通に。気を抜くからダメなんで、豚。すいません。 また違う人とコラボすぐコラボポンポンしてるねこれビッチかよ表情表情情ありアざアンすすいませんチンコが小さいだけだよねそうそう バトルしたいのいや、バトルしたいというか、あ、メタルありがとうございます。一個ナイス。うわ今開いたージやってるわ。これ病気だね、こう。やばくない俺さ、放送終わった後にージやってた。いや、俺が放送やってる同時にージもやってたんだよ。で、そっから8時間ぐらいやってて。で、またやってるよ、俺。やばく、ここ壊れてんね、お前 お疲れなよ俺8時間やってまたやってるよこれ10時間ぐらいメダル参加ありがとう嘘ーうそわあみーちゃん大好きありがとうハゲラッキョウは枠開けて2分でブロック祭りしてたまあすねこれ,それすごいのがこれでリスターさんついてきてるってことだからね うん。普通は、リスナーさん、もう勘弁してってなるじゃん。すごいよね。俺もやったらこれついてきてくれんのかな、リスナー。これ見習わないといけない部分だよね。ぶっ壊れちゃうよリスナーさん。ねえ、もう勘弁してくれってなるでしょ。聖杯はノージルブッシュンなあ、てか、そうだ、俺やらなきゃいけないことあったんで、放送中に。あの、もう一人ちょっと呼ばなきゃ。 明日、洋文と全員つくんで、あの、久保健さんの試合見に行くんだよ。で、2時に大黒町のアローに待ち合わせしてるんだよね。で、あと一人呼びたいんだよ。その一人を探すっていう、ちょっと、やつやらなきゃ。忘れてた、話してて、夢中になってて。うん。正敗持ってる人いますいたらちょっとお願いします。ええー。 誰かいないのかなあまぁ最悪三人だよね誰かいない太郎ちゃんは便所太郎さんゆうかちゃんいるこれゆうかちゃんに投げてもらったらいやぁゆうかちゃん もうちょっと持っててほしいギリギリまでいい明日の昼の炎上ニュースってやってほしい明日の昼の炎上ニュースゆうかちゃんあかりちゃんもいいねうんかりちゃんかりちゃんにするか どうすなかなつくんはもう呼んだから誰大阪でなああ,あ900パルちゃん私が投げるよエールちゃんいいの N ちゃんが持ってるってえじゃあ N ちゃんちょっとお願いしよっかな N ちゃん999個絶対的に信頼できるはいリスターさんうんあの N ちゃんなら俺の通帳の口座とかな何でも教えれるそれが信頼できる間違いなくおん 教えれるね。鍵も渡せるね。この家の。大丈夫。嘘はつかない。間違いなく。えー、じゃあ N ちゃんいいじゃあちょっとあの、皆さん、10時5分から、ちょっと聖杯戦争いいですかえー、N ちゃんにお願いして、 いいです ?10 時5分から皆さん、聖杯戦争します。<laughs> 紫メガホンは反映されないね。それまた違うやつだから。みんな持ってるパルの合鍵ええー、渡せるよ俺は。いいの ?N ちゃん。 何回…戦争は何回も繰り返されるんで歴史と一緒で「えー、アットマークゴーナイスあら」あと5分ねいいリスナーさんちょっと「開会」です開会オらありがとうございますわきた 皆さん説明しますね。ま、もう一回。なんとですね、今イベント中をやってまして、聖杯というアイテムが、えー、特化されるアイテムがあるんです。それを投げると、5分間、スーパー倍率が伸びます。はい。で、特化されている部分で3個ほどの限定アイテムじゃないという倍率が上がりません。5分間の間。それが、このさっきのメダルと、そして金の像、金の豚と。 言った3種類のアイテムですこれを投げると倍率が体感7割8割出るということです。えー、なので皆さん、えー、あの応援できる方はあの5分後、4分ね、N ちゃんが投げてくれるらしいから、ぜひとも応援よろしくお願いします。えー、いいですか ?N ちゃんが投げてくれるらしくて。 えー、ちょっと待ってエヌちゃんがそもそもいるのかなどうなんだおお今コメントあったエヌちゃんの今日はもう寝ますあおやすみなさいえー、いりあエヌちゃんいいのエヌちゃん無理だけしないでうんエヌちゃんがいいならちょっとお願いしたい ラスト、ちなみにこれは正敗ラストで、えー、ラスト正敗です。えー、締めです。はい。ラスト5分お願いします。明日たかし、高志。高志、大阪じゃないしょ、だって。東京じゃないの。メダル3個ありがとうあ、みーちゃん。これね、正敗が飛んだ時に投げてほしい。うん。ありがとね、でも、嬉しい。ありがとうございます。 今日はラストです。<laughs> 10時5分にラストのね、聖杯バトルがあるんで、これお願いします。リスナーさん、最後に、ね。花火も正直、聖杯中は投げないでほしい。もったいないし。うーん。あのー、聖杯中はもうちょっと、聖杯関係ないアイテム投げないでほしいです。すいません。ちょっと、ラグがあってね、バグっちゃうんですよ。えー、花火嬉しいんだけどね。その終わった後に投げてほしいです。風船とか、バーガーとか。 はーいぜひともじゃあもう準備用意しときますね曲あと2分なんですいませんちょっとそうなんですこれ無料アイテムも聖杯中は正直ねあのバグっちゃうんであの終わった後に投げてください明日お昼じゃないとダメ聖杯ああ どうするアイフルえー、いやもう N ちゃんって決めたから N ちゃんにやってもうんで別にゆうかちゃんあの明日の昼投げれなかった時間が合わないっていうんだと全然大丈夫だからねえー、来た時にお願いするからありがとねゆうかちゃんありがとうえー、ラスト1分来るよ 症状3個ナイスありがとうだからプレッシャー感じないでね。ええー、約束じゃないから。もう来たら投げてもらおうかって話だから大丈夫だよ。ありがとうね。症状ありがとうええー、ラスト1分来るよ誇張欄にして、誇張欄 じゃラストの誇張欄でさあなうえっとあと19秒チックタック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 えーリクエスト来てないですあきた5分いいですかじゃあ来るよ聖杯きたーい はい。走って、回って、右で、じゃがじゃがじゃん。ええー。皆さん、最後の正敗ラスト。応援よろしくお願いします。えー、私、ホモ大仏こと、田崎大樹が、現在イベント4位を激走していおります。なので、皆さんの力で3位まで押し上げてください。では、聞いてください。ーランで、えー、ヒプノスで誇張欄。あいつ、ストーバイリッツエルチ、ナイスさあ ユカちゃん、イーー個きっとここ大好きです。ありがとうございます。9個だけった、プレプレッソ。ありがとうございます。2個投げこコここのやるじゃないっす。ありがとう。うかちゃん、そう、今倍率が出まくってるんですよ。だからアイテムを投げたら倍率出るんです。えー、20倍だと2個だと40個。 5枚だと3個だと15個と、えー、でっかいアイテムですよずっと投げてくれてるありがとうナイス10個だけナイスエルちゃん聖杯ありがとうねホントにうか、えー、ちゃん2個ナイス来た来た来たありがとうございますすいませんブルブルブルアイアイブルブルガリアイルちゃん エルちゃん、ナイス、ありがとう。ここたけです。みーちゃん。おみみみみみ,みち,ゃ、L、ちゃん、ナイス。ここ投げるじゃないっす、ありがとう。ええ、ざら。いい。ほら、しとこえー、プレプレさん、ありがとう。エルちゃんもナイス、ゆうかちゃん、ナイス。ここ投げ、ありがとう。5分しかないんでね。あと3分です。 よろしくお願い,いします D ちゃんナイスさあ参加ありがとうゆうかちゃんエルちゃん学科大好きもうエルちゃん昨日から今日までずっと応援してる大丈夫ってうん。ありがとうございますエルちゃんありがとう2回投げナイスプレプレさあありがとうございます うわーここの家ナイスエルチューありがとうきた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 三ンキナイスファンタ来てたウそファンタいやまだちょっと見てないんだよファンタえ見逃した俺えファンタ来てたチンポナイス 10×5 ナイスプレプレさん ファンタ来てたちょっと楽で、ちょっと見えてないかも。嘘えどこ何ぞで来てた豚で来てたえファンタ来てた来てる嘘あれなんでどっか抜けてる。まあ、それやったえ、何の、何のファンタだったここナユナイセルちゃん えー、2個投げナイスマーさんもありがとう !5×10 の50個ナイスラスト2分よろしくお願いしますちょっと後で確認するありがとう !230 個ナイス !2 個ナイス !HH さん、えー、ありがとうございますこんばんは3個ナイスえ何で投げてたファンターメダルの メダルのファンタね、ちょっと見るわ、あとでちょっと名前読み上げる、最後に。えー、あ5、5、5、ナイス、エ N ちゃんー。ラスト1分、た、5、5かける、5、ナイス。よしよし、ああありがとう !2 かける、2じゃないっす、みーちゃん、ありがとう ち,づくちゃん、ここナイス !5 枚ナイスあー、先輩ナイスニセ大仏さんありがとう !5×2 ありがとうニコナイスマーさんありがとうえー、ニセ大仏さんナイスチズクもナイスありがとうございますニセ大仏ナイスえー、さあ、いけるか ありがとうみんなきたーファンタスティック今飛んだ今飛んだファンタスティックラグだね今飛んだラグなんじゃない今ファンタ飛んだうん今つかまえたファンタえっファンタこれ2回目のファンタかなちょっと見るねえー、<laughs> ちょっと待ってファンタが 待ってファンタの繁栄がメダルだよねあれ <noise> ありがとう不敵対象参考に1個ナイスちょっと待ってファンタの繁栄があれされてるこれ待って <laughs> ちょっと見るわファンタの繁栄 えこれ反映されてるバグって反映されてないわファンタうわバグってるアイテムの投げてくれた人の反映ができてないあエルちゃんだファンタスティックありがとうぞうさんブタさんねえー、ありがとうございます 100万切った、切ったあれ君が君が君が、あ、今日のあらん、キランチャーです君が君が君が、今日のあらう説教、ダイハツ。今夜は君がトップワン。君がいなきゃやってけない。キキキ,キュンキュンキュン、キ,キキュンキュン、ウルトラハイパードンチキ !2 倍になりす、うんこないす、ナイスありがとうございますめちゃくちゃありがとう、みんな しゃれいいよだいぶいい !1、位置にいる。ありがとうございますマジで !2×2 ナイスナイス様ありがとうあ,ありがとう !2 個ナイスありがとうございますウィッパーうんこナイス !5 個投げナイス,ナイスエさサエスエクサ エスンさんありがとうございます !5 か影ることないっファンタスティックも来たーありがとうーい <coughs> ありがとうございますーうわー、テンちゃんありがとう !5 個投げナイス。すイワちゃん3個投げモンキチさんありがとうプレプレザージョッ0個ありがとうカリちゃんもハニャーありがとうねえ、ニセ大仏ありがとう 静か,かさんこさんこさんこありがとう。まるさん5個投げないっすありがとうまるさん。ゆうかありがとう。ピーチャーピノちゃんありがとう。マロちゃんありがとうございます。本当に。まるさんありがとうございます。カノさん、エルちゃん。昨日と今日本当にありがとうマジで。ずっと投げてくれてる。ありがとうございます。リオン。いつもありがとうね、リオン。ほんにありがとう。 えーありよ、ありがとう参考参考参考 !SN 参考ココココ !N ちゃんありがとう数三十0個投げナイスありがとうございますえー、見落としてるとこあるよ絶対マサさんもありがとうチーちゃんもありがとうミーちゃんも春夏さんもありがとうございます本当に今さんナイス数ーさ0個ナイスえー、 舞台閲覧見ろよ関係ないよお前そんなの今投げてもらってるんだからここだよね岩さんもありがとうございます参考ないっすマジでありがとうきたこをかけるがナイスありがとうございますありがとうみんなああ参考ないっす S さんありがとう ゴーコン、ナイスくもナイスきた、まるさん殺しとこう、えー。新しい新規リスナーさんゲットだぜ、これまるさん、ありがとうございます謎の男、まる、ありがとうゴーコン、ナイスしずくちゃん、ありがとうゴーコナイがナイスしずくちゃん、3個、ありがとうございますチキキーありがとうだっとろっとろとろと あー、リオンちゃんもありがとう。正杯当たった人いるかなうん。いますか正杯当たった人。ええー。いますいや、ありがとうございます。マジで。わー、メガホン100個ないっす。正敗初ゲット、リオンちゃんないっす。これ持ってて、リオンちゃん。明日。ね。よしよし。いいよ。 リオンちゃんを見てあんだけ投げたからね当たってよかったありがとうございます本当に今日はマジであのー、放送付き合ってくれてありがとうね飽き飽きしてるなっていう方もいると思うけどごめんなさいの、ね、当にありがとうありがとう放送でで明日ね炎上ニュースまたやるんで次こそはあのー、4000人の前でね4000人集めてやりたいから ちょっと応援よろしくお願いしますはーいでもちょっとねもう,らもう終わります放送もう10時ぐらいなんで <laughs> まだやりたい人いたよ嘘だろでもちょっともうラストってやっちゃったんでええー、でカリちゃんはちょっと A 番の中で電話できないからちょっと電話してみる配信外でええー